「満法造院の北の山陰に昔から小さな暗室があった昔からというのは村人が全てそう信じていたのである荒廃すればつく繕いつく繕いして人はすまぬいおりにクジャク妙王像が据えてあった田島の村人の中にはまれに これが山田寺でああるというものものった。そういう人の伝えでは、万法蔵院は山田寺の荒れて後、飛鳥宮の仰せを受けてともいい、まだご自身のご発起からだとも言うが、一人の尊い巫女が昔の地位を締めにおいでなされて大伽藍を建てさせられた。その際、山田寺の旧行を残すため、寺の獅子の中、北の隅へ、 当時立ち腐りになっていた像を写し規模を小さくして作られたものと伝え言うのであったそういえば山田寺は縁の君小塚が三輪仏教を広め,広める最初の足代になったところだという伝えが吉野や桂木の山伏行人の間に行われていた何しろ万宝増院の大伽藍が焼けて百年 荒野の道場となっていた目と鼻の間にこんな古い建物が残っていたというのも不思議なことである夜はもう更けていた谷川の滝地の音がだんだん高まってくる二上山の二つの峰の間から流れ下る水なのだいおりの中は暗かった 日を焚くことの少ないこの辺では地下爆笑は夜は真っ暗な中で寝たり座ったりしているのだでもここには本尊が祀ってあった夜を守って仏の前で起き明かすためには見明かしを照らした苦ジ妙明王の姿があるかないかにちろめく光である 姫は寝ることを忘れたように座っていた「万宝蔵院の上座の草稿たちの考えではまず奈良へ使いを出さねばならぬ横吐き家の人々の心を思うたのである次には女人結界を犯して境内深く入った罪はいらつめ自身にあなわさねばならなかった」「落景のあったばかりの城域だけにひとときは タッチュータッチューの一人たちの青くなったのも道理であるこれは財物を潜入すると言ったぐらいでは済まされぬ長期の物意味を寺近くにいて派手させなければならぬと思ったそれで今日昼のほど奈良へ向かって早遣いを出してイラツメの姿が自中に現れた行くたてを司祭に告げてやったのである それとともに姫の実はこの暗室にしばらく留め置かれることになったたとえ都からの迎えが来ても結界を越えたあがないを果たす日数だけはここにいさせようというのである床は低いけれども書いてあるにはあったそのかわり天井は無情に高くてしかも茅のそけた屋根は破風の脇からむき出しに空の星が見えた 風がうなってすぎたと思うとその高い隙からどっと吹き込んできたバラバラ落ちかかるのはすすがこぼれるのだろう明王の前の日がいっときカッと明るくなったその光で照らし出されたのは浅ましくすさんだ座敷だけでなかった荒い板の床の上に子もむしろ二枚重ねた姫の座席 それに向かってずっと離れた壁際に板敷きに直に座っている老婆の姿があった壁というよりは壁城であった天井から吊り下げたたつごもがいくまいもいくまいもちぐはぐに重なっていてどうやら風は防ぐようになっているその壁城に張りついたように座っている女先からしわぶき一つせぬ静けさである 貴族の家のいらつめは一日もの言わずとも寂しいとも思わぬ習慣がついていたそれでこの山陰の一つ屋にいてもため息一つ漏らすのではなかった日のうちここへ送り込まれた時一人の乳母の継いできたことは知っていただがあまり長く音も立たなかったので人のいることは忘れていた今ふっと明るくなったみやかしの色でその乳母の姿から 顔までで一目で見たどこやら覚えのある人の気がするさすがに姫にも人懐,懐かしかった養兵衛を出てから女性には一人も会っていない今そこにいる乳母がなんだか昔の知り人のように感じられたのも無理はないのである見覚えのあるように感じたのはだが その親しみゆえだけではなかった「いらつめさま」しじまを破ってかえってもさ寂しいから声が響いた「いらつめさまはご存じおざるまい」でも聞いてみるきはおわりかい。 お生まれなさらぬ前の世からのことそれを知った乳母でおざるがや一旦口がほぐれると老女はとめどなくしゃべりだした姫はこの乳母の顔に見知りのある気のした下けを悟り始めていた藤原南家にも常々この年寄りと同じようなおむなが出入りしていた イラツメたちのいる女部屋までもいつもずかずか入ってきてはばかりなく古物語を語ったあの中富の椎のオムナあれと同じ表情をしているそれも最も,もであった椎のオムナが当主の語り,で語り部の一人であるようにこれもまたこのギマの村の旧族、タギマの真人の牛の語り部 滅び残りの一人であったのである藤原のうちが今は四筋に分かれておりまするじゃが大食官様の台所ではありはいたしませぬ短海港の時もまた人流れのお家でござりましたしかしそのころやはり 藤原は中富と二つの筋に分かれました。中富の氏人で藤原の里に栄えられたのが藤原と亀江の申され始めでござりました藤原のお流れ今行く先も公家小六の家柄中富の筋や御神使え、 けじめけじめ明らかにみよみよのみやまもり。じゃが、今は今、昔は昔でおざります。藤原のや、なか中みの宇みの、あ雨のおしくもねと申されるお方のことことは、お聞きお呼びかえ。今、ならの宮におざります、日のみこさま。 その前は藤原宮の日の美子様。またその前は明日の宮の日の美子様。大和の訓中に宮うし宮定、宮定め遊ばしたよよの日の美子様。長く久しいみよみよに仕えた中富の家の神業、いらつめ様。お聞きを呼びかえ、遠い世の昔語り。 耳諦めてお聞きなされ中富藤原の塔つおや雨の惜しくもね遠い昔の日の美子様のお召しのい,いと幹を作る御料の水を大和くん中のが残るくまなく探し求めましたその頃ろ原の水は粗乏くさく土に濁りして日の美子様のお召しの城にかないません 天の神高間の大宮屋教えたまえといなろうにも君中は国引くし山々も万田天通し大和の国取り囲む青垣山ではこの二上山そ空ゆく雲の通い路と登りたって祈りましたその時高間の大宮屋のお示しで中富の親惜しくもね 雨の水の湧き口をこの二神山にやところまで見届けてその後久しく日野美子様のお召しの湯水は代々の中富自身この山へ組みに参りますお聞きを呼びかえ「田際の真人の氏の物語であるそうしてそれが中富の神業とつながりのある点を座談のように語り進んだお婆は ふと口をつぐんだ。「外には背音が荒れて聞こえている」「中富藤原の通つ親が雨の二びに求めた雨のやいの水を集めて峰を流り下り岩に当たって張りたぎつ川なのであろう」「背音のする方に向いて姫は棚底を合わせた」 しかしやがて振り向いてほの暗く差し寄ってくる差し寄ってきている乳母の姿を見た時言おうようない恐ろしさとせつかれるような忙しさを一つに感じたのであるそれに C の乳母の本式に物語をする時の表情がこの老女の顔にも表れていた今田ギマの語り部の乳母は神がかりに入るらしく わなわなふるい始めているのである。